こんにちは、ハッカです。いやー、夏真っ盛りですね。まあ、私のいる北海道もすごい暑い日が続いてたりしたと思いきや、またちょっと落ち着いてきたりと、まあいろいろと上がったり下がったりっていう感じなんですよ。まあ去年ほど暑さが続かないのがちょっと助かってるかなといった感じですね。まあ夏だなと思いつつも、8月もですね、お盆過ぎていくと、もう秋の気配が迫ってきますよ。でもですね、秋といえば新製品ラッシュの時期じゃないですか。一番有名なのは iPhone に代表される Apple 製品だと思うんですけど、今年はですね、自作 PC のパーツ、ここに注目です。先日ご紹介したこちらの RTX3080Ti、 これの後継となる RTX40 シリーズも出る予定となっていますし、 Intel の CPU、 コードネームラプターレイク、まあ、1万3000番台でしょうかね。それとそれに合わせたマザーボード Z790 と。そして、Ryzen ですよ。ついに Zen 4が出ます。Ryzen の7000番台とそれに合わせる X670 というチップセットが出てくるんですね。そんな X670 チップセット、そちらを搭載したマザーボードが続々と今発表になってるんですよ。でもそれを見て感じた部分があるんです。今マザーボード界に異変が起きています。まあ、先に言ってしまうとですね、ハイエンドのマザーボードが EATX という規格に移行しつつあるなということなんですよ。今日はですね、発表されたマザーボードを見ながら、その特徴と今後の注意点なんかを考えていきたいと思います。それでは行ってみましょう。さて、新製品見ていく前にですね、基礎知識としてマザーボードのサイズについておさらいしていきましょう。我々一般人が自作 PC を組めるように、マザーボードというのは統一された規格が存在します。まあ、それによってケースや他のパーツが自由に選べるようになってるんですね。で、サイズを小さい方から見ていくと、ミニ ITX、 マイクロ ATX、 ATXEATX、 E はエクステンデッド EATX の略ですね。まあ、この4種類が一般的かなというところです。で、それぞれのサイズはですね、ミニ ITX が 170×170mm、 マイクロ ATX が 244mm×244mm、 ATX、 これが一番まあベーシックなんですけど、これが 244mm×305mm、で、EATX が 305mm×330mm となっています。ただですね、製品によっても結構ばらつきはあります。ある程度最大この大きさに収まっているっていうような作りにはなってるんですね。で、実際には、ネジ穴っていうのがピッチが同じだから、一応互換性があるっていう風になってるんですよ。まあ、そしてこの4種類以外にも一応規格はあるんですけど、まあ、ここでは割愛しようかなと。一時期ですね、2年ほど前でしょうかね、コンパクトなミニ ITX で小型 PC を組むっていうのが流行りました。で、小さくて可愛いのにゲーミング性能がそこそこ確保できるっていうのが魅力的だったんですよね。で、私も以前 NZXT の H210i と Gigabyte の Z590i Vision D というもので、まあ、小型 PC を組んで、まあ、今でも子供のゲーミング PC にはなって活躍はしてるんですけど、まあ、そういったものを組んだことがあります。ということで、サイズが分かったところで新製品いくつか抜粋して見ていきましょう。まずはこちらですね、 ASUS Crosshair X670E Hero。 ASUS ではセカンドラインのモデルになりますね。まあ、それでもですね、 M.2 スロットとか、あと USB のポートが非常に多いということで、拡張性がかなり優れたマザーボードになります。もう背面パネルがですね、ポート多すぎて穴だらけになっているっていうものなんですよ。 RGB 照明もあって非常に綺麗になっていますね。で、次はですね、 ASRock です。 X670E 太一カラーラ、歯車の衣装でおなじみの太一だったり、スティールレジェンドシリーズで、まあ、おなじみの ASRock なんですけども、今回太一シリーズの、まあ、別ラインとしてですね、
カラーラという大理石をモチーフにしたマザーボードが出ます。なんか今までとは別の意味で高級感出してきたなと。まあ、これですね、合わせるパーツは選びそうなんですけど、ケース内のライティングで印象って大きく変わるんじゃないかなと思って、まあ、そのあたりが気になるところです。はい、次 MSI MEGX670E エース。これも渋いですよね。ブラックのボディにゴールドの文字やアイコンが入るシックなモデルです。で、大型のヒートシンクに彫り込まれた幾何学模様が古代文明の遺跡っぽくて素敵です。これも照明によって結構映える部分じゃないかなと思うんですよね。で、これの特徴なんですけど、ケースのフロント USB にですね、 PD パワーデリバリー 60W を追加することができるっていうものなんですよ。なかなか自作 PC でパワーデリバリーを積んだっていうのは聞いたことがないですよね。まあ、そもそも需要あるかどうかは分かんないんですけど、まあ、スマホでもつなぎっぱなしにするんでしょうかね。で、そして最後、ギガバイトのオーラスマスター、まあ、これもですねセカンドラインなんですけど、まあ順当進化かなとコメントに困るぐらいですね、特別な特徴ってないんですけど、まあポートだったりとか、まあ、仕様っていうのがある程度進化してるかなっていう感じですね。で、これらですね、X670E という、上位のチップセット搭載するモデルを集めてみたんですよ。で、いずれのメーカーもハイエンドから、まあ、セカンドラインっていう感じなんですけど、電源フェーズにこだわったり、もう盤面がほぼヒートシンクで覆われていたりと、まあ、かなり豪華な仕様と見た目になっています。ところで皆さん、お気づきでしょうか？今ご紹介したマザーボードですね、実はすべて EATX の規格なんです。でかいんですよ。ただ、マザーボードのネーミングからですね、今までのモデルの継続品なんですよね。順当に進化しているものなので、特別なモデルという位置づけではないんです。ちなみにこの X670E の E という部分はチップセットの種類の違いですね。EATX の E はエクステンデッドでしたけど、X670E はまあエクストリームなのか、そのあたりだと思って、まあ、ちょっと別物だと考えてください。なので X670E だから EATX っていうわけではないんですね。一応 X670 の無印版との差別化というのは PCI Express 5.0 の取り扱いなんですよ。CPU から出る PCI Express のレーンを GPU まで使えるっていうのが X670E と、 M.2 SSD だけに使えるのが X670 という住み分けになってるらしいです。ただ RTX40 シリーズは PCI Express 5.0 対応しないんじゃないかなっていうふうにも言われてるんですよね。なので、まあかなり数世代先を見越した感じになってるのかなと。まあ、ライゼンって、まあ、インテルと違って結構チップセットとか継続して3世代4世代って使ったりしますよね。ただこの大型化ですね、実はインテルの Z690 のあたりから徐々に始まっていたんですよね。で、私がいつも話題にしている白いマザーボード、ビジョン D ってやつですよ。まあ、今 Z690 からはビジョンの名前じゃなくてAROD っていう名前に変わったんですけど、これが EATX なんですね。で、他にもいくつかの製品は EATX に置き換わっていました。ただ売れ筋商品とかメインストリームの商品なんかはまだまだ ATX が主流だったので、そんなに話題になっていなかったんですよね。それが X670E になってくると、まあハイエンドとかセカンドラインっていうのが軒並み EATX という大型化になってしまったんです。ということはですよ、ここでちょっと問題があるんです。それはケース選びに困ること。そう、ここにあるですね、 NZXT の H510 フロー、このケースには EATX のマザーボードは収まらないんですね。なので NZXT で、まあ、ケースを買おうと思うと、まあ、以前からある H710 か、まあ、最近出た H7 になるんですね。もうかなりでかいケースで必要なんですよ。まあ今までですね、ミニタワーとかミドルタワーっていうのが主流だったんですけど、今後はハイエンド PC を組むんであれば、フルタワーからミドルタワーの大きめのものを、でミドルレンジの PC では
ミドルタワーかミニタワーっていうところで、スペックと大きさが比例するようになってしまうんじゃないですかね。あの PC のパーツショップから出てくる BTO パソコンもちょっとそういった傾向が出てくるのかもしれませんね。いや、自作 PC のメリットといえば、まあ、ちょっとずつですねパーツを交換していけるっていうところが、まあ、メリットなんですけど、ここへ来てですね CPU 変えようと思ったらマザーボードだったり、あのメモリ DDR5 になってますからね、まあ、そのあたりだったりで、さらにはケースも買い替えなきゃっていうことで結構大掛かりになりますよね。まあ、そう考えるとなかなかあの手が出ないなっていうふうにも感じてしまう部分もありますね。まあ正直ですね、あの今毎年 CPU とかあの PC 全体の性能ってすごい伸び率というか上がってるじゃないですか。まあ、このことはすごくいいことなんですけど、そのおかげで一般ユーザーの一般用途ではもうフルスペックというかハイエンド寄りの性能っていらなくなってきてるんですよね。あのゲームで必要な FPS 確保しようと思ってもミドルレンジの PC で十分ですし、動画編集だって圧倒的な快適さを求めないのであればここまでのスペックすらもいらないわけですよ。本当ミドルグレードの PC で困るっていうシチュエーションあんまりないかと思います。まあ、自作 PC っていうのがですねどんどんこう昔の立ち位置というか、あの一般人よりっていうよりも一部の人がロマンを求めて組むようなものに戻ってきてるんじゃないかなと。もうちょっと一般化した方が面白いんじゃないかなとは思うんですけど、まあ、少し寂しくなってしまいますね。まあ、これからは、まあ、やっぱりミドルグレードだったりとか、まあ、ローエンドと言われるものでもしっかり性能が出てくると思うので、まあ、自分に合った性能の PC っていうのを見つけるのが必要な作業になってくるかなというところです。はい、こんなところだとは思うんですけど、ここでですねちょっと皆さんにお聞きしたいことがありまして、今日の話の内容なんですけど、ちょっと難しいと感じましたかね。まあ、今日の動画とか、私あのマザーボードだとか CPU の話をするときって、ある程度自作 PC をそこそこやってるっていう方、まあ、パーツの動向が気になるなっていう方向けにお話はしてるんですけど、もう少しあの初心者向けに移行した方がいいのかなっていうのもちょっと考えたりはするんですよね。まあ、そのあたり あのご意見とかご感想、ぜひコメント欄にいただけると嬉しいです。はい、今日も最後まで見ていただいてありがとうございます。それでは今日はこんなところで終わりたいと思います。よかったらチャンネル登録や高評価もお願いします。ではでは。